いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業は秋アジングのポイントです。春に生まれたアジが秋にかけて成長し、アジングで釣りやすいサイズになってきます。餌となる小魚も成長とともに沿岸部に集まってきます。また、 釣り人にとっても過ごしやすい季節になり、アジングを始めるにも最適な季節となります。今回は秋アジングが好調と言われる理由と、その釣り方のポイントを紹介いたします。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から入ります。年間でハイシーズン。 小魚2インチ中心、ヒットパターンが変わる。それではこの3つについて解説していきます。まずはアジの生態について少しだけ紹介いたします。今回の秋アジングとは9月から11月までの期間を言います。捕食を行う温度、適水温は 16度から25度です。秋アジングは適水温はもちろん最適温に入るベストな水温にもなってきます。年間でハイシーズンについて解説していきます。秋はアジングにとって重要な3つの条件。水温、小魚、サイズが すべて揃う時期になります。アジは夏の暑さによって活性が低下していました。夏の暑さが和らぐ秋は水温がアジの最適温にも入り、アジの動きも活発になってきます。夏のアジは10センチ程度のサイズでした。秋には20センチを超え、アジングで 釣れやすいサイズに成長します。春から夏は餌となる小魚、カタクチイワシやイカナゴも小さなサイズでした。カタクチイワシやイカナゴも餌の動物プランクトンを捕食し、秋になる頃には大きくなってきます。アジは冬に向けて栄養を取るため効率がいい小魚を 捕食すするようになりますそのため食性もプランンクトンから小魚へ変化していきます小魚2インチ中心について解説していきます。アジが好むカタクチイワシは春から秋にかけて産卵し、孵化した稚魚は透明なシラスで、餌の動物プランクトンが豊富な内湾や沿岸域で成長します。孵化後1ヶ月で およそ1センチになり、インチで表すと0.39インチになります。カタクチイワシの寿命は2年で、その大きさは1年で10センチ前後に成長します。そのため、春先に孵化したカタクチイワシは、秋にもなればおよそ5センチ程度に成長します。大きさ5.08センチを インチにしてみます,すると、釣りをしているとよく目にする2インチになります。アジングでよく使用される2インチワームは春先に孵化したカタクチイワシが成長した秋頃のサイズと同じでした。ちなみに、 1>, 1インチは2.54センチメートルです。ヒットパターンが変わるについて解説していきます。ここでは4つの変わりやすい秋の空に合わせたアジング対策を釣りって学べる内の動画と合わせて紹介させていただきます。秋の特徴、その1、寒暖の差。暦上では立秋は8月8日頃で秋の 始まりを表します。冬の始まりは11月7日頃の立冬となります。立秋は平均気温が一番高く、立冬は平均気温10度台にもなってきます。秋アジングは寒暖の差が20度ぐらい出る時期になります。立秋付近の気温が高い時は夏アジングのポイントを参考に さされれてててみくくだいにに近近づづつ冬の気配が近づきます寒さを感じてきたら、冬アジングのポイントを参考にされてみてください。秋の特徴、その2、秋雨前線、9月中旬から10月中旬にかけて、日本の南岸沿いに現れる停滞前線のことを言います。 この時期の前線を秋雨前線と言い、秋の長雨をもたらします。秋雨前線の影響による雨対策につきましては、雨アジングを参考にされてみてください。秋の特徴、その3、小枯らし。晩秋から初冬にかけて吹く北寄りのやや強い風のことを 言います。小枯らしで風が強い日のポイント選定などについては、アジングのポイント、漁港についたら辺を参考にされてみてください。秋の特徴、その4、秋晴れ、秋の晴,秋の晴天、秋日和とも言います。移動性高気圧に覆われ、その県内の下降気流のため、雲は少なく、空気は乾いて、 爽やか。移動性高気圧が去ると低気圧や前線がやってくるので秋晴れは長続きしにくいです。秋晴れのように天気がいい日のアジングについてはアジングのテクニックを参考にされてみてください。今回の授業のまとめです。秋はアジにとって重要な3つの条件。水温、小魚、サイズ、 が揃う時期になりますアジが好むカタクチイワシは春先に孵化し、秋になると5センチになってきます。5センチをインチ変換すると2インチになります。秋アジングは天候が変わりやすく状況に見合ったテクニックが必要になります。テクニックの引き出しを 増やすために春アジング夏アジジンンググ夏で練習しておくこの動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますのでご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。 以上となります。今回の動画が秋アジングの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。